海藻をスパゲッティとともにボリュームのあるサラダに仕上げました。ポン酢醤油で味付けするからさっぱりヘルシーな味わい、ひじきのスパゲッティサラダをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずひじきはさっと洗って水で戻し、水気を切ります。海藻ミックスは水で戻し、水気を切りましょう。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎります。スパゲッティは半分に折りましょう。フライパンに材料 A を入れ、蓋をして火にかけます。煮立ったらスパゲッティ、ひじきを加えてさっと混ぜます。再び煮立ったら蓋をして5分ほど煮ましょう。蓋を取り、全体を混ぜながら汁気がなくなるまで 3,4 分煮詰めます。ボウルに移して冷ましましょう。海藻ミックス、サニーレタス、ポン酢醤油を加えてさっと混ぜます。器に盛れば出来上がりです。スパゲッティをフライパンで煮るので、お湯をたっぷり沸かす手間が省けますよ。ぜひお試しください。